広橋範子四4月27日から1985年8月25日は、日本の元皇族、梨本宮森正王、第二王女、広橋信仰伯爵夫人、旧名は、範子女王。李正子は、実子、高順皇后は重子。1918年、姉正子女王の農祭の儀にて、右端が、範子女王1907年4月27日に、 梨本宮森のみと、同日、いつこの第二女子として誕生。入児期から落ち着いた様子であったという。1925年7月に、山品の宮武彦竹と、同年秋にも結婚すると発表され、のりこ女王は学習院を退学した。婚約中は、武彦こが創設した奥に航空練習所を訪問し、強い関心を示した。しかし、武彦こは、全日を、 関東大震災で失って、以降、神経衰弱を発病しており、まだ10代と若いのり子女王への配慮から、翌年7月に婚約を辞退すると発表があった。翌8月に正式に破断となった。のり子女王は、同年12月に、広橋新興白爵に降下した。その後は、事前活動を行った。戦中は大日本婦人会の渋谷支部長として、活動していた。 1985年8月25日、脳腫瘍のため、東京女子医大病院で請求した、のりこ女王に関するカテゴリー、ありがとうございます。